こんにちは、ハイドロポンプ斉藤です。TikTok のバカコメントを見て自己肯定感を上げよう。皆さん TikTok 好きですか？嫌いですよね。知ってます。まあ多分僕の動画見てる奴らは TikTok とかいうそういうバカコンテンツ、バカアプリ大嫌いな奴らしかいないと思うんですけど、まあもちろん僕も TikTok 嫌いですよ。ただね、なんか最近 Twitter でバズってるの見たんですけど、 TikTok のコメント欄がバカすぎると。やっぱ TikTok って小中学生がいっぱい見てると思うんですよ。でさらに小中学生の中でも教養のない小中学生、バカが集ってるんですよ TikTok。 そんな TikTokのコメントに群がってるバカどもを見て自己肯定感を上げていこう。世の中にはこんなバカがいるんだ、俺はまだマシなんじゃないかみたいな、そういう自己肯定感を高めてこの先も頑張って生きていこうっていう、そういう動画ですね。結局人間なんてあれだからね、自分より下のやつと比べて元気になってメンタル回復する、そういうしょうもない生き物なんで、自然の摂理、これしょうがないことなんです。ということで早速見ていきましょう。レッツゴー、3、2、1、YO サンディエゴ OK。 とりあえずまずバカがコメントしてそうな動画を見つけていきましょう。待って、人にねこうやっておすすめのところをスワイプしてたらバカがコメントしてそうやなっていうのがあると思うんで。外人しかおらん。外人しかで、ね、日本で TikTok 禁止された。これとかバカめっちゃ見てそう。今日好きマウバオ、まあマウちゃんのことが、まあ、気になってるっていうか、もうそうなの、うん、ほっこりやけど、マウとバオ、ほっこりするね。標識ほっこりですね。問題はコメントなんですよね。バカいるかな？うん、なんか。まあ、頭は悪そうだけど、めっちゃバカっていうコメントはないっすね。あとなんか、標識界隈敵に回したら怖そうなんで、やめときます。なんて検索すれば出てくるかな？あるあるとか。あ、こういうの。絶対後ろがいい。好きな子の隣がいいな。友達が近くにいないと嫌。勉強したいから前がいいな。運動場見られるから窓際がいい。忘れ物するからロッカーの近くがいいな。席替えは命。男子席替えで騒ぎすぎ。絶対後ろがいい。好き。はい、まあまあまあ、女の子めちゃくちゃ声高くて草わら、バカだこいつ、めちゃめちゃバカや。これしょうもないバカコメントですね。まず草に草を生やすなってな、恥ずかしくて突っ込みたくないけど、草に草を生やすな。これ返信で草に草生やすなって書いてるやついるんじゃないですか。それな、マジそれな、それな、それは思った、それな、それな。ダメだ、こいつらもバカだ。マジでバカしか、俺、草に草生やすなってもう死後。今のは俺が悪いみたいな。そんなことある。本来こういうあるあるの動画っていうのは、コメントで共感したり、自分はこうだよみたいな、話したりする場である必要があると思うんですよ。女の子めちゃくちゃ声高くて草ってもうこれ最低ですよ。動画に関係ないじゃん。そりゃ高い声の子いるよ、当たり前やろ、お前。バカめ。バカだな、ほんとに。多分あれや、嫌いやわ、本当に嫌いやわ。でそれをめちゃめちゃそれなって共感してるやつらも本当に気持ち悪い。クラス全員席替えガチ勢なんだけど、わら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 、これもバカですね。圧倒的バカ。うち男子やん、私男子かもしれん、わらわら。え、うち男子、うちはいつから男子になったんだろう、わら。一人称うち多くないか、え、やだ。まあ一人称うちのあたりからやっぱ小学生が多いんですね。小学生なんか一人称うちのやつ多いっすよ。うちやだわ、お前家かよってセクシーとか入れてみる。これ別にあれバカコメント探したいだけなんで、俺がセクシーな動画を見たいからセクシー調べてるわけじゃないですよ。ありがとう。さあコメント見ていきましょう。で、はい、これバカですね。これもう感謝伝えればいいのに、わざわざもっとエロいの期待してたよみたいな。で、だから何みたいな。この動画見てコメントしてる時点でお前はもうむっつりなスケベなのに、自分は至って冷静な目でこの動画を見てますよみたいな感じで、でってコメントしてるの。バカですね。気持ち悪いですね。しょうもないですね。はい、嫌いです。まあ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 、シンプルにやっぱ、可愛いとか、エッチーとかそういう系のコメントが多いですかね。まあセクシー動画出してる方の宿命ですよね。こういうなんかしょうもないコメントしかないっていうのはもう、これ宿命です。コムドットとか調べてみる。久しぶりってか、これ何年ぶりなんだ、本当にこんな前髪みたいな。ロン毛か短髪か、結構ずっと出してる。自分的にはあんまりしっくりこないんですけど、なんかよく声をいただいてたんで、こういう髪型にしてほしいみたいな。結構5年ぐらいヒューガがドキュンじゃなくなった。ヒューガがドキュンじゃなくなってる。落ち着いてしまった。ついにヒューガが、大学2、3年生までめっちゃウェイウェイだったのに、就活期に入った瞬間に髪落ち着かせて真面目ですアピールしてる就活生みたいになってしまったヒューガが、ついに。マジか、俺ヒューガにはずっとドキュンでベルファイア運転してほしかったんだけど。
アルファードでもいい。ヒューが落ち着いちゃったらダメだよ。悲しいわ。これ絶対だってセットしたらセンター分けにするやん。かぶりすぎやろ、お前。コムドットかぶりすぎやってキャラ。お前はドキュンじゃないとあかんて。これ以上いらんてセンター分け。ということでコメント見ていきましょう。目から下隠したら永瀬廉に見え。一瞬永瀬廉に見えた。永瀬廉みたい。マジで最初永瀬廉か思ったわ。永瀬廉。名前は聞いたことありますけどね。ほんまに似とるんか。ちょっと似てる、ちょっと似てるんかい。まあでもやっぱドイツもこいつもこぞって同じコメントするっていうのがバカですね、やっぱりね。はい、もう無理やりバカこじつけてる感ありますけど、コメントなんていうのは一つのエンターテインメントなんですよ。そんな同じコメント何個も何個もあったって思んないじゃないですか。分かってないね、バカだよ本当に。ちょっと無理やりだったごめん。アムギリどうな、最近のアムギリどうな。2018年に俺の東京オフ会来てくれたけどコムドット誘ってくれなかったアムギリは今どうな。はい、ということで到着しました。いちご狩りに来ました。お母さんが行きたかった場所、いちご狩り。めっちゃ髪伸びてる、アムギリ。めっちゃ髪伸びてるよ。え、アムギリお前も分けちゃったよ。お前も髪分けちゃったよ。センター分けと言っていいのか分からんけど、デコ出し。すいません。おでこ出しちゃったよ。もういらんっておでこ出してるキャラ。何？コムドットは全員おでこ出さんと死ぬんけ。おでこキャラ多すぎんか。いや、もっとえぐいなんかバカ見たいな。バカだね。違う。動画がバカとかじゃないよ。コメントのバカ探してんの。なんだこのバカはマジで。お前が一番バカだったわ。このバカカバカ。カバオがバカすぎてコメントがマシに見えちゃう。なんだこの現象。会話聞こえへん。また二人で会話し始めました。もういつもそう。え、私おらんことになってる。なんで私がいつも後ろで一人なん。え、なんでなん、なんでなん。まあこれはもういっぱい経験しました。まあ3人組の仲いいグループあるある、それに対してのコメントですね。あの4人になっても1人の私。寂しい方ね。気持ちはわかります。私は何人でも1人なので安心して。自分もです。悲しいですよね。わかります。ということでね、底辺の集まりですね。私3人組で仲間外れにされたからうざすぎて縁切った。これはにじみ出てるね。これにじみ出てますね。うざすぎたんでしょ。うざかったらやっぱ縁切った方がいいっすか。みんなもうざかったら縁切りましょう。一面7人やねんけど、これバカですね。お前の一面が7人だろうが何人だろうが知ったこっちゃないよ。これすぐ自分語りしてわらわらつけるやつね。これはバカですね、本当にね。でもこのコメント欄は一人称うちが、あ、いたわ普通に。あんま一人称うちいないと思ったら普通にいた。3、2、1、YO! 股関節。OK! ということで、TikTok のコメント欄にいるバカを見て自己肯定感を上げようでした。いや、まあバカでしたね。ただなんか Twitter でバズってた系の漢字の読み方が分かってないみたいな。がっつり学につながる系のバカは見つけられませんでしたね。残念です。ということで皆さんも TikTok 見てもいいですけど、あんまコメントとかするとバカバレちゃうんで、気をつけてください。この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、コメント、お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。See you next time! この村には昔からとある言い伝えがある。タバコを祀らないと祟られる。隣の家のサッチャッチのライター行方不明なんだって。やり隠しじゃ。誰かが奉納してたタバコを盗んだ。タバコを吸った人が原因不明の肺がんで死んでるんだよ。タール1ミリのやつに人権なんてねえんだよ。ユージ、それアイコスじゃなくてグローよ。これが平安時代のタバコ。また値上げかよ。この村は昔謎の山火事が多発していた。喫煙者なんかみんな死んじまえ。私今禁煙中なの。ククデューレン、ククデューレン。だから子供をバラして紙で巻いて祀ったんじゃ。20年前子宮が4つある女が不審死。マイルドセブンはもうメディウスなんだよ。あの時俺が吸ったのは砂鉄。いわゆる人柱、人ジョイントを作ったんじゃ。もう私嫌。大丈夫、俺がお前の分まで吸うから。誰かがタバコになればこの呪いは終わる。バカだか、タイガガタガタ、抜かすな。タール600ミリ。この村からは誰も逃れだね。あなたを愛してる。矢には吸っても吸われるな。もう吸わないで。俺がこの呪いを終わらせる。気がつかねえ、まさかアメスピか。これは薬剤じゃ。ヤニカスだって一生懸命生きているんだ。ヤニカスなめんなよ。ヤニガミ様。